えとそれでは時間になりましたので始めたいと思います、えー。今日はどうも遅い時間にいただいてありがとうございました。今日はあのアブストラクトを正しく書くにはどうするかというテーマでお話をしたいと思います。<laughs> あの最初はあの、えー、と自己紹介をしたいと思いますが、私はあの中央大学理工学部物理学科の教授の田口義弘と申します。えー、今回あのこういうことを、えー、依頼されている経緯としては、私はあのいくつかの えー、学術雑誌の,あのアカデミックエディターというんですかね、その査読者を決めて、歳否を決定するという責任者をやってまして、えー、プロスバンっていう雑誌と、BMC メディカルジノミクスっていう雑誌と、あとフロンテイン・ジェネティクスという雑誌のアカデミックエディターをやっています。で、フロンテイン・ジェネティクスについては、えー、昨年あの、アウトスタンディングエディターに選ばれました。それからあと、査読をですね、年には70本ぐらいやってます。 それからあと分野的なことでいうと、私、現在の、えー、専門はバイオエヘマティクスということになるんですが、えー、まあ物理学科にいますので、えー、まあ物理の論文も書いたことがあって、途中あの、ちょっと全然分野が違うですが、分体工学をやっていたことがあるので、まあ、物理と工学と、それから現在、バイオエヘマティクスっていと,とっていうことで、生物と情報ということで、いろんな分野の論文を書いたり、研究したりした。 っていう経緯があるので、えー、このエナゴのウェビナーシリーズンでその論文をうまく書くにはどういうことが必要かっていうことを説明するっていうのを依頼されてやっています。で、今回も、えー、論文のアブストラクトにどういうことを注意したら論文が通りやすいかみたいなことについてお話しできたらいいなと思っています。えー、っと、この講演では最後に質疑応答の時間を まあ15分か、そこら残すことにしていまして、質問の仕方については、皆さんが今、もっとインターフェースの中に、クエスチョンっていうのところがあって、そこに日本語で質問を書いてもらうと、それについて僕が口頭でお答えするということになっていますので、質問しながら <laughs>、うを聞きながらどういう質問でしょうかとか考えていただいておくと、 えー、講演後のの質疑応答答時間にになったときいいいろろお,お答えできると思いますあの先ほど言ったようなその僕の立場的なことについての質問でも構いませんので、えー、何かご質問があれば知っていただけるだと思います。で、あのこれをあの今回も無料でやってるんですが、これをあの主催してるのエナゴっていうあの会社で、えーまあ、一番日本で関係してるのは論文投稿時の英文構成。 というのが一番、えー、研究者としてはお世話になることが多いんだと思うんですけども、まあ、今回、えー、今やってるようなこういう論文投稿に関するウェビナーとか、まあ、いろんなことをやられてます。で、あ今、この上えりえ版のウェビナーって今、皆さんが参加しているものですけど、もうちょっと大規模なワークショップとか、あとまあ論文を、えー 書くためのいろんなトレーニングとかですね。あと、先ほど申し上げた一番多いその英語の構成、それから翻訳、それからまあ論文投稿について、いろんなサポートをするような仕事もいろいろやられてると思います。で、この講演でも出てきますけど、そのビデオアブストラクトみたいのもあるんで、そういうの作成を受けようとか、そういうようなこともやられているようです。 で、えー、今日の予定はこんな感じなんですけど、まあそもそも、えー、よくできたアブストラクトの重要性ということと、あとどういうタイプのアブストラクトがあるかっていうことと、それから、えー、良いアブストラクト書くためにはどういうことに注意したらいいかということと、最後に論文投稿時のキーワードを選ぶことが多いと思うんですけど、キーワードをどう選ぶといいかと。で、いいかっていうのは、 えー、この2通り意味があって、えー、論文を通りやすくするのに、えー、どういうふうにいいかってことと、あと通った後の、その引用されたり、呼ばれたりするのに、えー、どういうことを気をつけたらいいかって、2つのことが、それは必ずしも同じではないので、今折に触れて、その2つについて順番に説明していきたいと思います。えー、まず、えー、ちゃんとうまく書かれたアブストラクトがなぜ重要かっていうことですけど、 まあちょっと今、ここに参加していらっしゃる方が研究者としてどういう段階にいるのか、僕にはちょっとよくわからないんですけども、非常にあの初期のまだ論文をあまり書いていない、あるいはこれから書くまあ大学院生とかぐらいの人が多いのかなと思って、今日は話しさせてもらおうと思ってるんですけど、僕もキャリアの最初の頃はアブストラクトっていうのは何なのってあんまりよくわかってなくてですね。 まあ、あのよくその言われるのはあのその、セルフコンテインドっていうのは、要するにそ,のそれ自身だけで読めるようにしなくちゃいけなくて、長さが長くなくて、そして非常にこう力強いあの文章になってなくちゃいけないと。であの、えー、論文内容をちゃんと記述していて、それで、えー、どんな問題について、えー、どんな方法を使ってやって、どんな結果が出たかっていうことを書くと。 でまあ、ちょっと話が抽象的で、えーまあ、分かりにくいと思うんですけど、まあ、その生物の分野だったら、次世代シーケンシンを使って、えー、あのこれこれの遺伝子の発現量があ病気の時には変わっていることが分かりました。これがだから、えー、と方法と何が見つかったかですね。で、最後に、えー、その病気でその遺伝子が発現していることが分かりましたということから、だから、このあ遺伝子がこの病気の 原因であることが予想されます。まあ、今の例からわかるように、どうやって何を発見して、それがセブあの論文の質としてどう,いう意味があるか、その3つのことがきちっと書かれているということが、アブストラクトには重要なわけですね。で、それから、えー、その、えー、この、えー、キーワード。 まあよく論文投稿時にアブストラクト以外にキーワードを出せって言われるわけですけど、そのキーワードもあ、えー、そういうことに対してサポートするようなものを作らないといけないと。で、まあ、アブストラクトってのはそもそもその研究の一番最初に目にするところですし、それから、まあ、その非常に短いんだけど、えー、その論文、やった研究の内容を一言で書、えー、けていなくてはいけなくて。 でもこれはあの、先ほどそのアブストラクトっていうのは、論文が通った後に読まれるかどうか、引用されるかどうかっていうことと、それから投稿時に通りやすいか、採用、査読を通りやすいかって、2つの意味がありますっていう話をしたんですけど、これはあの通った後の話ですけど、えーまあ、みんな時間がないですから、何でもかんでも論文要件はいかないので、読む論文を決めるわけですけど、 そのアブストラクトを読んで、えー、読む価値があるかどうか決めるわけですから、まあ、アブストラクトはその著,者著者は論文を読む人に、この論文はこういうふうな価値があるからぜひ読んでくださいってアピールをしているようなものなくてはいけないっていうのは、その後の価値ですよね。それから、えー、今はこういうアブストラクトっていうのは、いわゆるデータベース、えーえー えー、生物のベーだとパブメロとか、えー、いうのが有名ですけどもあそういうアブストラクトのあインデックス化されますからそうするとみんな、えー、昔はあの論文のサーベイっていうと、まあ、僕が若い頃みんな図書館に行って、えー、その雑誌を全部ペラペラめくってですね新しいのが来ると自分に関係あるのか探したもんですけど今はそんなことしませんから、えー、自分に関係ある論文が誰があるかなっていうのを。 データベースで検索して調べるわけですから、そういうふうにヒットしないようなあ論文は読んでもらえなくて、引用もしてもらえませんから、あそのアブストラクトの中で、えー、検索されたらすぐその,その似たような研究をしている人が、えー、気づくようなものにをアブストラクトを書いておかないといけないっていうことですよね。それから、先ほど言いましたけど、そのキーワードっていうのは、その論文がどういうものかっていうのを検索するのに非常に使われますから、いいキーワードをくっていうことが。 大切さまざまなタイプのアブストラクトっていうことで、えー、アブストラクトにまあ2種類あって、あまりこっちはあ今日の話、関係ないんですけど、まあ、ディスクリプト・アブストラクトって言って、これはなんかあの研究のプロポーザルとかそういうようなものを書くようなもので、もうここにちょっと書いてあるんですけど、その研究の価値について、えー、そのあ述べるものでもないし、それから結果とかこうあの結論を言うようなものでもないということで今日の話はあまりこっちは関係ない。 ですが、主に関係があるのは、このインフォーマティマブスラクトっていうことで、えー、その今自分が書いているそのレポートとか論文の一番エッセンスの部分を出す。で、まあ、大体200ワードって書いてありますけど、まあ、それは雑誌によってもうちょっと長いのもあるし、必ず200字っていうわけではないんですけど、まあ、でも数百,数百語で英語で書くっていうことが多いようです。でえー、けあのさっきもうちょっと言いましたけど、 結論とコンクルージョンあ。結果とコンクルージョンですね。さっきの結果とコンクルージョンの例として、この遺伝子の発現が変わっていましたっていうのが結果で、えー、コンクルージョンっていうのは、だからこの遺伝子は病気の、えー、原因だと思いますっていうふうに、えー、言いましたけど、だから結果と結論は違うわけです。結果はあの事実で、コンクルージョンはそれから何がやれるかってことなので、その両方がは,はっきり書かれているということが重要ですね。それから、あのえー、フューチャーリコメンデーション。 っていいいうううのは将来どういう研究が可能かみたいなこととを書く,くるだから、このアブストラクトって言っても、この中に、フルの論文のイントロと、それから目的と、方法と手法と結果と、それから結論が全部書かれてるっていうことが理想的、まあ200個でそんなの書けつっ,って難しいわけですけど、であと、形式的なこと言うと、これも雑誌ごとに全然違ってしまってるんですが、 まあ、ストラクチャード、あコードバスドアブストラクトって言って、まあ、ちょっと後で例が出てきますけど、アブストラクトにももろに、えー、その目的とか結果とか結論っていう章立てをすることになっていて、えー、そういう形で書けっていう風な指示がある雑誌があって、それはストラクチャードアブストラクトで、アンストラクチャードアブストラクトってのはそういうことは書いてなくて、えー、そういう見出しをつけることができないから、文章の中でおのずとどこを読んだらば、えー、目的と、 どこが結論で、ど,どこが結果で、どこが結論かっていうのは分かるように書かないといけないという意味ですけど、まあ、盛り込む情報は同じですけど、まあ、ストラクチャーの方は、アブストラクターに見出しがあるような雑誌、これは、まあ、雑誌の方でどうしろって決まってるので、著者が選べるものではないんですが、えー、著者にあ、その雑誌に従って書くということになります。 これがあの、えー、と構造化されたアブストラクトの例なんですけど、こんなふうに、まずバックグラウンドと目的、まあ、ここにだからその研究の意義みたいなものを書くんですね。例えば、世の中では何とかかんとかっていう手法が非常に流行っているけど、この仕様にこれこれという欠点があるとでいう、えーで、だからそういうものを解決することが求められているみたいな。 ことをまず書いてで、ついては我々はこれこれこういう方法を使って、ですねこれ実験的な手法なのか、あるいは理論的なものだったら非常にこうあの新しいものなのか、こういう法を使うことによって、ここで挙げた、えー、その課題を解決しました、ことを目指しました。で、そして結果その結果、えー、こういうことは上がりました。例えば、なんかある病気の遺伝子の発現が非常に難しいんだけど、この手法を使ったら見つかりましたとか、あるいは物理だったら、 あの今までのシミュレーションでは非常に時間かかるとあって、我々は短縮するような方法を提案して、やってみたら時間が半分になりましたみたいなことをが結果です、ね。で、まあ、結論っていうのはあ、まあそのあ、さっきの生物の例だったら、だからこの発言が変わっている遺伝子はこの病気の原因だと思いますということになるし、まあ、物理の例だったら、この方法を使うと。 えー、あこれこれこういうシミュレーションをすることができるので、えー、今までできなかったこんなことがあできますっていういうってことですね。だからま課題を書いて、それに対してどうやって解決をおお試みて、どのような結果が出て、それがどう意義があるかってこの4つのものをこの中に2 0 0個で書くっていうことが重要ですね。で、それを書くことによって、えー、みんながその論文を読むか読まないかっていうことを決めると。で、 えー、あのアブストラクトっていうのは、その投稿前と投稿後の価値があるんだっていうことをしたんですけど、投稿前のことでいうと、このアブストラクトに書いてあることっていうのが、佐渡君の特にすご,すごく厳しくあの見られるんですね。 自分が言いたいことっていうのをここにすごい書いてあるんだけど、それは言いたいことはすごい、えー、あるんだけど、論文の方ではいまいち実験がとかあの数値計算がいまいちでそれが出ていませんみたいな論文を投稿すると、えー、アブストラクトに強調されていることの根拠が、えー、不明解だってことでものすごい厳しい評価になっちゃって、自粛されちゃったりするんですね。だから本体が全く同じであったとしても、そのアブストラクトのところで強調されていることが、プアだと論文が落ちる。 えことになってしまいまいすからあのアブストラクトっていうのはその論文の中でえ非常に強調できる部分っていうのをえと書くようなものにしとかないとおお同じ論文でもアブストラクトがあそのマッチしていないと落ちちゃうとかそういうことがあるわけでそのこの目的と方法と結果と結論というのを書く時に、えー、今その投稿前のあ時を考えた場合には 誰にも文句つかないことだけをここに書くということが重要なので、えーまあとで出てきますけど、アブストラクターだから、研究終わったから書きなさいって、そういうことですね。で、これはあのストラクチャーでないアブストラクトの場合で、えー、これを見て、ここがあ何目的で、ここが方法で、ここが結果で、これが結論っていうのは、えー、これはまあ読まないと分かんないわけだから、より分かりにくいものではあるんですけども、 ただあのあ、こういう変な見出しがない分、より短いコンパクトな形で、えー、提示できますから、そういう意味からすると、あの読みやすいっていうか、いいので、まあ、今、どっちの方が多いかっていうのはちょっと微妙ですけど、どちらでも、この、えー、何を目指して、どういう方法を使って、どんな結果が出て、その意義は何かっていう4つのことをしっかり書く。で、えー、それを、えー、投稿時のことを考えたら、その本部を読んだときに、 えー、一番そのしっかり、えー、誰もが疑問があもあないようなあことを、アブストラクトではなんか目的があ,ある病気のお、えー、と <coughs> けあ原因を調べるのが目的ですって書いてるのに、えー、中ではあその病気のことがあんまり関係してなくって、えー、もっと違う病気のことをいっぱいやってるみたいなアブストラクトを書いちゃうと、えー、その中身自身がしっかりしていても、アブストラクトずれてるからっていうんで、落とされちゃったりするので。 非常にそのアブストラクトっていうのは、そういう意味からすると、ちゃんと書くっていうことが、まあ後で出てきますけど、最後に書きましょうっていうの強調されるんですけどね。で、ちょっと話が明るみにそれるんですが、えー、文章のアブストラクト以外にも、こんな風に、いろんな、ああのなんていうんですかね、あの、最近は、えー、いろんな、いわゆるアブストラクトなんです。で、えー、最初からグラフィカルアブストラクトってやつで、 これはもう非常に多くの雑誌で採用されてますが、あとちょっと例が出てきますけど、一、えー、枚の絵っていうか、まあ、ポンチ絵みたいなもので、えー、実際何やったかをパッとわかるようにする。まあ、文章だとやっぱり、まあ、こんな風に文章になっていると、どうしても読まないとわかんないわけですけど、まあ、グラフィカルアブストラクトだとそこは見ただけでわかるので、えー、自分が読むべき論文かどうかっていうことを読者にアピールできる。あと、ビデオアブストラクト。<laughs> これは、 えといろいろな雑誌でビデオアブストロックがついていると、非常に、えー、その実際に、えー、あのその非常にえ論文が読まれやすいということはもうえ知られていますから、えー、このえ論文を読む、あのこういうのをつけることで、論文のサーキュレーションというか、呼ばれる可能性が上がっていくということも知られているので、非常にま推奨されるわけです。 でリーダーブルアブストラクトって、あと出てきますけど、そのえー、なんかこう過剰書きになっているやつの形が多いんですけど、まああの、アブストラクトよりもっとコンパクトに、えー、どこがいいかを出してでこの辺はあんまりまだメジャーじゃないと思うんですけど、えーえー、このツイートできるアブストラクト、まあ、ツイートで140字以内じゃなくちゃいけないかなっていう意味で、それからあと、このグラフィカルアブストラクトに似てるんですけど、まあまあ、この辺はあんまりまだメジャーじゃないと思います。 で、えー、さっき言ったグラフィカルアブストラクトっていうのはどういうことが重要かっていうと、まあ、ともかく文章と違ってパッと見て、えー、何が重要かってことをすぐわかるというようにすることで。一つはそのテクニカルディテールって書いたんですけど、どういう方法を使ったかがパッとわかるというふうな、えー、模式図が書いてあることが望ましいですよね。で、えー、あの、 先ほどど言いましたけどグラフィカルさパッと見たらすぐ分かるので、えー、アブストラクトの一つ機能として、えー、読者がそれを読むかどうかっていうことを調べるのに非常に向いているという話をしたんですけども、えー、そういうことを考えてやると、えー、今の場合は、えー、そういうグラフィカルなアブストラクトがあるということで、実際に、えー、短い時間で読者にこの論文を読む価値があるよって教えることができるので、まあ、グラフィカルアブストラクトっていうのはそういう意味で、 非常にうまく作ればみんなに読んでもらえると。で、えーあの、僕はあんまり使ったことがないんですけど、マイン・ザ・グラフってあの後でその検索すれば出てくるんですけど、そういうところに行くと、えー、こういうあの研究用のグラフィカル・アブストラクトを、えー、書くような、えー、サイトがあります。まあ、で,で、グラフィカル・アブストラクトっていうのは、 あの何でもかんでもお書けるわけじゃなくて、雑誌ごとに、えー、どういう大きさにしろとかいろいろ制限がありますから、えー、それに従って書かないといけないんですね。で、でオンラインジャーナル、最近はあの紙で印刷しないオンラインジャーナルっていうのが多いと思うんですけど、そういうやつは印刷しないので、もっとそのグラフィカルアブストラクト相当するものが、まあ、クリックしたら動くようなものとかです、ね、そういうアブストラクトを許しているところもあります。 でこれはあのグラフィカルの,の例なんですけど、まあ、あこれを見ると、まあ、ここはそのいわゆるフローチャートみたいな、どういう実験してこうなりましたみたいな、でここにその、えー、N イコール98って生物の実験なので、えー、どういうサンプルを何個ずつ使いましたか、どう比較をしましたかっていうのが書いてあって、で、これがあの結論の図ですよね。これはあの生存曲線っていって、えー、この病気によって、 死んだりしななかったりするのが、こういうタイプによってどう違うか、で、ここに結論が書いてあるみたいな感じで、まあ、こういうのを見ると、その文章を読まなくても、どういう研究をして、どんな結果が出て、それがどういう意義があるかがパッと分かるっていう意味で、まあ、アブストラクトよりも、ああのみどうしう読者に負担をかけず、読むかどうかを結論づけられるっていう利点があります。で、これはもうちょっと文字が多いグラフィカルアブストラクトなんですけど、 えーまあ、ここに、そのなんかそのインパあ、これは、なんですね、このクエスチョンマークって、何々はなんとかなのかみたいな、インパクトのあることを言って、それについて、えー、どんな、えー、とその被験者を使って、何が見つかって、えー、それで、えー、どういう結論が出たか、でこれが最後のお結論だというような、こういうものですね。えー、こういうものをお論、まあ、の見ることによって、えー、読者はいちいちアブストラクトを読まなくても、 アブストラクトのどうしても字だから、えー、こんな感じになっちゃってるわけですけど、まあ、これをパッと見たらすぐあい、自分にとって読む価値があるのかどうかが分かるという意味で、これはグラフィカルアブストラクトってのは非常にその読者に、えー、私の論文を読む価値がありますっていうのを言う分には非常にいいわけですね。で、グラフィカルアブストラクトを作るときのティップスとして、まあ、もともかく出しごとに全然ルールが違うので、まあ、それに従わなくちゃいけないっていうことですけど、それからこの えー、自分の、えー、結論をはっきりさせる。まあ、こうですね。コンクルージョン。まあ、みんなまずここを見て、このコンクルージョンに興味がなかったら読まないわけですから、こうパッと見てどこに結論が書いてるかはっきりさせる。ねね、で、えっ、ー、と、ここいろいろグラフィックスがこういうのがあるんですけど、えー、こういうのを、えー、さっきのマイン・ザ・グラフでもいいんですけど、まあ、日本だと、あの、まあ、最近雑誌で、あの、 えー、そういうの使う人ないかもしれませんが、プレゼン用に、えー、あるあのポンチーみたいなのを使う。それから、えー、あのキーワードね、えー。この辺のキーワードを、こういうところとかですね。ちょっと生物の例ばっかりになっちゃってますが、えー、あのこれスリープなのでこう寝てるとか、こういう装置でやりましたみたいな、こういうのがパッとわかるようにする。それから、えー まあ当たり前ですけど、色使いとかを調整することによって、だからまあ、一番まあいいのは、こういうグラフィックアブストラクトを見て、それでまあ、あなんていうんですかね、同僚かなんかに見てもらって、これ何やったと思うって言って、これを絵からこういうことやったんだと思うよっていうのをえと言ってもらってですね、それが自分の思う通りのことだったら、まあ一番いいですよね。まあ、そこまでなかなか時間をかけられないかもしれませんが、 まあそういう意味で、えーと、特、ま、に、あ、読者に何をやったかっていうことが分かるようにするっていうのが主な目的です。で、ビデオオスラクトっていうのは、最近あのビデオアボスをついてると、実際に引用数や、それから、えっと、アクセス数が増えるっていうことが統計的に、あの、明らかになってますけど、だいたい5分ぐらいで、まあ読者に、 がなんか画面に出てきて、えー、こういうこと分かりましたってるとか、あるいはなんかパワーポーの動くやつを使うとか、そういうのが多いんだと思うんですけど、えー、あのあのエルゼビアとかテイラー・フランシュとか、そういう雑誌に投稿すると、時々ビデオ・オブ・スラフ作りませんかって言われることがありますね。で、あのまあ、さっきも言いましたけど、あの統計的に、えー、ビデオ・オブ・スラフとかついていると、EO 数やそれから えー、そのあ、読まれる数が明らかに多いと。まあ、オープンアクセスにすると引用が多いとか読まれるの多いっていうのはもう有名な話ですけど、ビデオアブストラクつけてると多いということも最近分かってきているので、えー、一手ばっかりつけておくと、ちょっと変わるかもしれない。あと、リーダブルアブストラクトっていうのは、あの、これ、要するに、まあ、例があるんですけど、こういうやつですね。あの、あの過剰書きしてあって、えー、もうちょっと、 あのアブストラクトに比べるとポイントがパッと分かるように、えー、してあるとともかくあの、えー、読者っていうのは時間がないですからたくさんある論文の中は何を読むかっていうことを決めないといけないので、えー、なるべく短い時間で読者にこの論文は価値があるよっていうことを伝えるっていうことが重要なんですねであのもちろんアブストラクトはあのー、いいんですけど文字だから それをグラフで、グラフィックスで表したり、あるいはこういう過剰書きで表したりすることによって、より短い時間で読者にこの論文は読む価値があるよということをアピールするということが重要なわけです。で、あと,こあとの2つは、ちょっとあんまりメジャーじゃないので、あのこれからメジャーになると思うんですけど、Twitterable Abstract って言って、あのえー、まあ論文通ったら Twitter、えー、で宣伝しましょうみたいのは結構多いと。 思うんですけどもその、まあ、日本語だと140位で結構書けると思うんですが何がポイントかっていうことを書くことによってみんなに読んでもらう。ね、でこれはあのツイートでやったアブストラクト例なんですけど、まあ、こういう,う写真のリンクがあってでここに文章が書いてあるみたいなものを作ってやるとアクセスが上がります。それからこの最後のカートンアブストラクトっていうのは僕はあんまり実はあそんなに見たことがないんですけど あのグラフィカルアブストラと違ってこう、漫画を使って、なんか外国の新聞だとよくあの漫画方式があると思うんですけど、こんな感じで漫画で、えー、何やったかをやるというのが最近あるみたいですね。あんまりあの、えー、僕はこういうことを、えー、使っている雑誌に投稿したことがないので、えー、そんなにはよくわからないんですけど。はい、で、えー でいよいよっていうか、アブストラクトを書くにはどうするかってことなんですけど、えー、ここからちょっと文章が多くなっちゃうんですけど、まあ、僕もすいません、だから先ほども言って、その今いらっしゃってる方が、えー、研究者のどういうキャリア段階があるかとかわからないので、わりとその、えー、陰性とか若い研究者が多いっていう前提でしゃべってるんですけど、まあ、僕も始める時にはその、そもそもアブストラクトとイントラクションの何が違うんだろうってよく分からなかったんですけど、 アブストラクトなんかどうでもいいのかなと思っていたんですが、やっぱりアブストラクトっていうのは、あのその研究、まあ、要するに例えばさっき、査読するときに、アブストラクトに書いてあるところは厳しく査読され、書いてないところはスルーでも許されるみたいな話しましたけど、そもそもその論文を書くって研究してするってことはとても大変なことなわけだから、そこまでの労力を払って、一体何を言いたいのかっていうことをアピールするところがアブストラクトなんですね。 だから要するに、えー、アブストラクトがどう書いてあろうと、えー、研究の本部の内容が重要だって、まあ、全くその通りなんですけど実際でも読んでもらおうと思ったらやっぱりアブストラクトがしっかりしてないと、まあ、査読も通らないし、えー、ここに今ちょっと書いてありますけど、あのー、あ査読の時にとても重要だなぜかっていうと本部が同じでもアブストラクトで強調してることはやっぱり厳しくされるし えー、あアブストラクトに書いてないことは、あそんなに強調されないんだから、少し曖昧でもまあ許されるということなんですよね。だから、それからまあアブストラクトっていうのは、あ本文読んでもらえなくて、アブストラクトだけは読んでもらえることがあるわけだから、そこになるべく情報を詰め込むっていうのは、ですねすごくいいことなんです。で、これも僕、若い頃によくう、あのー、失敗したんですけど、まず最初にアブストラクトを書いてから、本文を書き始めると。 今から思うとんでそんなことしたのかと思うんですけどやっぱりアブストラクトはあそういう何て言うんですかね、えー、アブストラクトというのはあ実際に論文に書いてある中の強調すべき点をまとめたものだ、えー、さっき言ったみたいにこういう問題があってそれについてこういう方法を提案してそしてこういう結果が出てそれはこういう意義がありますって書くんだと思うとやっぱり 論文書き終わってみないと書けないはずなんですね。というのは、なんか、この今までやった実験結果とか計算結果からこんなこと言えるんじゃないかなと思って書いてみたとしても、実際書いてみると、ちょっと根拠の白弱で、ここダメだなと思って減らしちゃったりとか、書いてみたらここはつながってるから、もっと強調しようとか、そういうことは論文書いてみて初めてできるわけだし。 まあ、ひょっとしたら、その論文書いてる時に追加実験とか、追加の計算とかすることだってあるわけですから、最初にアブスラ書いてあるってそもそも変な話なんですね。だから、要するに、最初にアブスラ書いてるってことは、ものすクトなんかどうでもいいと思ってるって証なので、本来、真面目にさっき言ったようなことを実現しようと思ったアブスラクトは絶対最後にしか書けないはずなんで。えー、それから、 あのさっき見たんですけど、僕もその研究を始めるときによく分からなかったんですが、イントロダクションとアブストラクト、何が違うのってよく分からなかった。イントロダクションも、えー、と過去にこういう研究がありました、こ,うこれこういうことやりますとか、同じじゃないかと思ってたんですけど、まあ、イントロダクションはどっちかっていうと、あの読者に対して、これからこういうことをするんだけど、そのためには、あこういうことが分かってて、こういうことがいいなんですよっていうことをイントロダクションで言うっていうことなので、 読者に、えー、この研究をやる意義みたいのを、えー、強調するのがイントロダクションなんですけど、アブストラクトっていうのは、さっき言ったみたいに、えー、こういう問題があって、こういう方法を使って、こういう結果が出たら、それはこういう意義がありますて、全部書いたわけだから、えー、その読者に対して、えー、読む価値がありますよっていうものがアブストラクトで、イントロダクションっていうのは、これからやることについて、えー、こういう理由があやりました、そしてこうやってみたらこうですっていうことを言う。 ことなのでイントラクションの方がよりその読者に、えー、この先読んでくださいっていうことをアピールするので、えー、アブストラクトそもそもこいつが読む価値がありますよっていうことなので、やっぱり違うんですよね。で、イントラクションがしっかりしていると、まあ、アブストラクトを読んで読む価値があるかなと思って、イントラクション読んだらなるほどやっぱり読もうと思うって、そういう役割分担なので、アブストラクトで書いてあることをイントロで繰り返すんじゃなくて、 アブストラクトは全体のことを書いてると、イントロはこの先読む価値があるよってことを示すっていう意味で、まあ、かなり違うものなので、やっぱり、えー、あの全くあ別なもののはずなんですね。ところが、アブストラクトとイントロダクションの違いを書いてたんですけど、まあ、アブストラクトはさっきも言いましたけど、そのどういう、これ目的が抜き去ってるけど、どういう方法を使ってどんな結果が出て、それにどういう意義があるかっていうことを書く。で、まあ、300で書くとですけど、まあ、イントロダクションの場合はさっきも言ったんだけど、 えとこの先読んでくださいよっておすすめみたいなものなので,、えー、で、長さは長くてもいいし、下手したらそこがすごくいいレビューになったら価値があったりするから、いくら長くてもいいわけで、だらだら書いてもいいから、全然目的が違う。で、形式としては、まあ、さっき言ったストラクチャーだとアンストラクチャーだっていうのは、正立がありゃそのやつがあるんですけど、えー、<laughs> イントロダクションではあ、さっきも言いましたけど、その どうい、このイントラクションでは、あ過去にこういうこと分かったけど、航空団足りないからこういうことやりたいんだよ、みたいなことを書くっていう意味で、えー、全然違う。で、えー、この構造化されてないものっていうのは、えー、さっきも言いましたけど、ちょっと見にくいんですが、まあ、ジャーナルがそうなったらしょうがないんですけど、ワンパラグラフで、えー、さっき言った目的と方法と結果と,とかで意義を書かなくちゃいけないんですね。で、 えー、イントロダクションの方はそういう制限はないので、ともかく過去の研究とか、それからどういう問題があるってことを言ったら、次にこれからやる研究でどういうことが言えるかと。で、で、えー、で、イントロダクションに結論を書いちゃう人もまあいますが、絶対言っちゃいけないわ,わけではないですが、まあ、ある意味その、えー、っと、イントロダクションっていうのは小説で言うと、あの、最初の、 推理小説の出だしみたいなもんなので、えー、まあ推理小説の出だしに犯人が誰ですって書いちゃって人はいないわけで、えー、あくまでこの先読んでくださいっていうことだから、えー、どういう問題が設定され、どういう方法を使って、こういうふうに取り組みますっていう、そういうことを言うとかなので、こういう結論が出ましたみたいなことを無理して書くことはないんですよね。で、えー、構造化されたアブストラクトの場合には、さっきも言ったけど、こういう見出しがありますみたいな。だ 意味で、えー、イントロアクション、ちょっとこういう説明で、えー、通じてるのかどうかわかんないんですけど、イントロアクションとアブストラクトってそういう意味で、かなり違うんですね。で、えー、よくある間違いとして、こう一番からなんですけど、えーえー、アブストラクトに、えー、バックラインを書いてないと。バックランを書いてどういうことかっていうと、本研究では何々法使って何々したっていきなり書いてあるんですね。<laughs> で あのその前に必ず、そもそもこの分野ではあ、こういうことが一般的にやられているけど、こういう問題点がありますよ、だから、あこの論文ではこういうふ使いなしたってしなくちゃいけないんで、いきなり、えー、本論文では何々法を用いて何々したって書いちゃう人がよくいるんですけど、それは、えー、この論文は価値が、読む価値があるかどうかっていうことを、読者に委ねちゃってるわけですね。えーの 現状、この分野ではこういうことが知られているけど、これが抜けてるよっていうことで、初めて読者は見ることができるわけですけどで、それから結論、どんな結論が出たか読まないと分かんないと。で要するに、えー、さっきの例でいうと、何々遺伝子の発現量が大きいことが分かった丸だと、それが一体どういう意味があるんだか分かんないから、ちゃんとその疾患に関係してるとかですね、計算時間が半分になった丸じゃなくて、それによって半分になったことで言って、原有のコンピューターだと、どういうことができるようになったかと書くとかですね。 それから、よくあるのは、PCR とか PCA とか、振り込み群の RG とか、そういう CPU とか、そういう、よく使う、その略語 NASA みたいなのですね。使っちゃいけないんですね。えー、書くときには必ずフルのものを書いて、ポリメラーゼチェーンリアクション、PCR とかですね、プリンシパスコンポーントアナリス PCA とか、リノーマルセングループ、RG って書いてから、2回目から使っていくけば、1回目は、なんでかっていうと、アブストラクトってのは、 データベースとしてそれだけで読めないといけないので、えー、絶対それはやっちゃいけないことですね。それ、これ、ありがちなのは、えー、やってもないことを書いちゃうと、ついつい筆が育って、えー、この研究では、内、えー、々疾患の原因を知りたいという目的であるであの、遺伝子がその原因が分かったって本文読むと、そこの遺伝子のことはあんまり書かれてなくて、えー、そうすると、まあ、さどこと落ちちゃうわけですね。 それからあと、あのー、ジャーナルでは400字だって書いてある、ね、500字使ってるとか、そういう問題ですね。で、えー、アブストラクトが答えなくてはいけないものってどういうものがあるかっていうと、まあ、何度も言ってますけど、なぜこの研究が大切で、えー、どういう問題があってで、どんな方法が使われて、そして、えー、何が見つかって、 えー、その結果どういうことか分かって、えー、だから重要なんだよって、これだけのことをアブストラクトに全部書かないといけないんですね。だか誰かに読んでもそれが分かんないようだと、それはダメなわけです。で、えー、これも前の部分、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、まああのー、アブストラクトは論文のサマリーで、まあ、普通300語ぐらいで書かなくちゃいけなくってで、一番、ともかく分かった、一番重要なことはしっかり書いてやって、 それでさっき言ったその、えー、と変な略語 PCA とか PCR とか RG とか入っちゃいけないし、それからあよくやっちゃうのは、そのこの過去の研究で、えー、そのなんかあこの分野のコード分かってますよって書くときに、過去の研究ではこういうのありましたって引用を書いちゃうとこれはダメなんですね。それから、えー、とさっきもちょっと言ったけど、思わず筆が滑ってやってもしないことをアブストラクトに書いちゃったとか、それはサドクで落とされちゃうんですね。でえー あの一般的な事実については現在系を使って、えー、出た結果については核系を使う。だから、この分野にこういうことが知られている、その結果、こういう結果が分かった、まあ、そういう言い方ですよね。それから、まあ、最後に、これも何度も言ってますけど、全部論文を書き終わってしからアブストラクトを書けないはずですね。で、えー、とこのよく読まれるアブストラクト、検索で引っかかるアブストラクトでする、ね、どうすればいいかっていうと、えー、その検索に引っかかりやすいようなキーワードをー何回も使うと。 それからあ、タイトルが非常に分かりやすい。タイトル見ただけで何やったか分かると。それから、えー、タイトルとアブストラクトで、えー、同じキーワードが入ってても構わないです、ねあ。タイトルで書いたものを、だから PCA とか PCR とか RG みたいな、そういう、えー、キ,あーキーとなる言葉はあタイトルにも入ってて、アブストラクトにも入って,ても構わないと。で、大体あの、えー、アブストラクトで一緒に出すキーワードって4つぐらいなので、それをうまいことを使うと。 それから、えー、検索するときに、あのー、関係するようなあ、みんながよく検索するような関係するようなキーワードを入れておくと。それから、えーえーと、サーチエンジンで引っかかりやすいということを考えるんじゃなくて、誰に読んでほしいかと考えてキーワードを考えましょう。だいぶ時間が押してるんですが。 これがだいたいアブストラクトを書くときの重要な点です、ですアブストラクト、本当に重要で、僕、去年あの、c o v i d i d のドラッグリポジショニングの論文を書いたんですけど、まあ、9月くらいに書いたんで、そこそこなんか引用もされたし、アクセスもされたんですけど、あのやっぱり時間がたら下がっちゃったんですよ2ヶ月ぐらい、急になんかアクセス数が増えて、何が起きたのかと思ったら、そのあのアブストラクトの中に、イベルメクチンがヒットしてますって書いたんですよね。 でまあ、それは意図的に書いたんですけど、イベルムキチンが日本であの注目されてて、これから臨床始まりそうと書いておいたんですけど、そしたらなんか最近、イベルムキチンがいい悪いってすごい論争になって、どっかの外国のイベルムキチンのサイトで、その推進派の人がですね、えー、学術論文でイベルムキチンが効果があるって書いてる論文のリストってサイトをつなそこにその僕の論文が入ったんで,ですごいアクセス数がガーっと上がって、ものすごい数アクセスが来たんですね。まあ、ある意味、ちょっと意図的にやってたんですけど、 まあ別に嘘をついてるわけじゃなくて、たくさん見つかった薬の中からあえてイベルムクチンを、えー、と強調して、えー、特にイベルムクチンがすごく、あのー、有望だったわけではないんですけど、イベムチン有望だったわけではないんですけど、イベリムク書いておくことによって、そうやって、えー、読んでもらえる、嘘をつかずによりアクセスするような論文になるっていうのは、アブストラクトを書いて書かなかったで、そういうことが変わってしまうわけだから、嘘を書いてはいけませんが、何を強調するかっていうのは著者の自由ですから、そういうことは本当に大切なんですよね。えーと えー、最後に言うとキーワードです、ね、まあ、論文と一緒にキーワードを出せって言われると思うんですけど、まあ、ほとんどアブストラクトと同じような感じなんですけど、まあ、キーワードっていうのは検索の時によくヒットするようなものですし、ともかく、えー、キーワードがヒットしているものをあのみんな出してくるわけですから、えー、みんなに読んでほしい、えー、ことが分かるようなキーワードにするってことは極めて大切です。で えー、キーワードを、えー、探すための良い例として、まあ、こういう PCR と X 例とか、結晶学とか、こういう非常に、えー、みんながよく注目するようなものを入れておくと、ソフトは引っかかりやすいと、えー、それから、えー、例えばここに出てる、まあ、そるストレスにか関わるんだったら、いろいろ心臓病とか、そういうい高血圧が問題なんだったら、あの 心臓病とかそういうものを入れとくと、えー、要するにより関係しているものをヒットして引っかかりやすいし、それから、えー、なるべくだったら自分の造語じゃなくて、この辺はあの、いわゆる、えー、これ医学用語とかそういうデータベースですけど、こういうデータベースで、えー、あ,あの、リスト化されているものをキーワードに入れとくとヒットしやすいと。それから、えー、それからサーチエンジンを使うということを考えて、 ググ、まあ、ったら出てきそうな名前をしとくとか、それから、えー、論文の中でですね、何度も何度も出てくるようなものを、えー、っとキーワードにしとくと、あ関係した人にはヒットしやすいし、それから、えー、実際にそのキーワードで検索してみると、えーあの、関係する論文をヒットするかを見ることもできます。それから、えー、いろあの一通りの、えー、単語だけじゃなくて、 えー、いろいろ言い換えを入れておくとヒットしやすいですよとか、えー、さっきあのタイトルとアブストラクトは書、えー、かさなくてもいいって言ったんですけどで、タイトルやアブストラクトにあるキーワードで入れちゃうと損しちゃうから、キーワードはタイトル、アブストラクトでないものを入れて補足的に検索がヒットするようにすると。で、えー、いあのキーワードも4つって言われると単語4つなんじゃなくて、えー、1個1個のキーワードを長くしておいた方がいいんですよね。 だからなんとかなんとかなんとかっていうのを、なんとか、例えば、その正規化されたエネルギーとかですね、えー、なんとかで収縮された,あた、あのー、分子みたいに、一個一個の単語を複数の、一個一個のキーワードを複数の単語で作っておくと、よりヒットしやすいキーワードを作ることができます。同じ4つって言ったら、そっちの方がヒットしやすいですからね。それから、えっ、ー、と、ハイフンとか、えー 要するに、ABC ってあって、えー、あの関係しているような単語があったら、あそこはハイフンでつなげといた方があ分かりやすいと。それから、えー、さっき言った、その、略語はなるべく使わないで、えー、フルネイムー使う。だからあ、繰り込み群で、リノーマザーイゼーショングループは RG って書かないで、えー、しっかりリノーマザーイゼーショングループって書いた方がヒットしやすいと。それから、 あのキーワードについては、そのジャーナルのガイドライン。まあ、だかキーワードっていうのは、そのタイトルやアブストラクトに加えて、えー、読者に、えー、その検索されたり、読んだりしやすい、どうするかと考えるためのものということになりますね。で、はいえー、そういう単語を調べるのは、例えばメッシュオンディバンドっていうところを、まあとでググってもらえばいいんですが、これ、医学系の、えー、単語を調べるというものがあります。 えとずいぶん、えー、時間が、もうちょっと質問時間を残したかったので、もうちょっと早く終わろうと思うと、だいぶ長くなってしまったんですが、えー、これが、えっ、ー、と、アブストラクトを書くための、であのこの講演の最初に見ましたけど、アブストラクトの意味は2つあって、1つは、査読を取りやすくするす、ねえー。アブストラクトに書いてある、僕はな論文投稿先って、まずエディターとして見るわけですけど、当然タイトルとアブストラクトを見て、そして、えー、どんなあ論文かなと。 だからその、えー、その時に、あのーまあ、すごい嫌な言い方をしちゃうとあの、タイトルとアブストラクトを見ると、大体、まともな論文かどうか、まあ、分かるぐらいな感じですよね。慣れてる人が書いてるアブストラクトは、要するに、アブストラクト読むと、あこれはこういうことしたんだなっていうのが分かるように書かれてるんですね。まあ、想像できる 薬物力読んだの何やったんだか分かんないっていうのは、だいあの慣れてない人の論文だから、中身もむちゃくちゃなことが多いですね。で、その、えー、中が想像できるっていうのは、あ必ずしも、えーと、みんなが使ってる方法をただ使ってるっていうわけじゃなくて、新しいことなら新しいこととして、えー、ここの部分は新しいから、新しい手法を提案しましたとか、新しい物質を探しましたとか、何が新しいかもはっきり書いてあるんですよね。 そうすると、あこれは、えっ、ー、と、いろいろの中で、この手法が新しいんだなとか、物質が新しいんだなとか、遺伝子が新しいんだなって、そういうことが分かるわけです。だから、アブストラクトを読んだら、えー、文章がこう分かるようになってるっていうことが、その、非常に弱いアブストラクトなんですね。で、あのー、やっぱり、査読する方も、 あのなるべく短い時間でやろうと思いきや、最初、アブストラックト読んでどんな論文かなってだいたい当たりをつけるわけですけど、読んでみたら中身と違うと、さっきはそのよくあるミスとしてやってもないこと書いちゃったと、こういうこと言いたいんだなと思ってついつい書いちゃったんだけど、えー、中の方ではそこのチェックが甘くって、あんまり強調されてないみたいになってると、もうすぐ、アブストラクトはこんな強いことが書いてあるのに、本文では適当なことな、全然それがサポートされてないからダメですって、ツってすぐ落とされちゃいますから、その、 アブストラクトが読んだら本文が想像できるようになっているっていうことは、査読を通すためにも大事ですし、あと、あの著者があの、読者が読んだときに、えー、素直に読めるっていう意味でも、えー、大丈夫なんですね。アブストラクトはそのテレビの横編じゃないので、テレビの横編だとなんか、あえー、主人公が敵地に乗り込んで、さあどうなるかとか、そういうところでブツッと終わってみんなに見せようってわけですけど、あのそれは、 映画だとかアニメだったらそれでいいと思うんですけど、あそれで楽しい見るんだらいいんですが、アブストラクトはそういうもんじゃないね。ちゃんと結論を、えー、敵地に乗り込んで勝ちましたとか、えー、人質に取られて負けましたとか、そこまで書いてなきゃいけないんですよね。だから、そのあアブストラクト、そのー映画の絵国編っていうのは中身が分かんないに作るわけですけど、逆に絵国編読んだらどういう映画だか分かっちゃうと。 映画をつまみ食いして解説作って5分にまとめたのがネットで広がってそれをみんなが見ててみんな映画見なくなって困っちゃったっていうのが流れてたんですけどまさ,まさにアブストラクトってそういうことをするべきなんですね。その極端なことを読まなくても何やったかわかる。そういうふうにすることが 極めて大切そのためにはど、この分野でこういうことが知られて、何が書けてるか、らこういう法を使って、こういう結果でそれはこういう結論、意義がありますっていうことを全部きちっと書くということは極めて大切で、それは終わってしか書けないということですね、はいえーと。だいぶ時間が押してしまったんですが、えー、これがその、えー、とエディターとかレフェリーをやっているものとしての立場を含めた上での論文でのアブストラクトの価値ということになります。えっ、ー、と え今、4六分、十7分ぐらいなんですが、えー、っと、これで、えっと、今日の講演をします。最後にちょっと <laughs> 宣伝をすることになってですね、えー、っと、ここに、えっと、さっき、英文構成サービスみたいな絵名碁では、すごくあの有名ですと言ってたんですけど、なんかこのコードがあると15、15%割引とかいうのが出てるというそうですね。 えとそれから投稿支援パック、あのまあ、初めての人は論文構成と論文投稿のプロセスサポートするサービスが、これが、あとそれからあと翻訳って、僕はなんか使ったことがないんですけど、えーと、日本語の論文や英語の論文を翻訳するサービス、こういう,う,いうコードを持っていると、えー、そのエナゴで、えー、安く使うことができますということなんだそうですね。 えー、あのもしよかったら使ってみてください。えー、それでは、えーっと、まだ時間があるので質問を受けたいと思います。あもうなんか早速1個来ていますが、はい。えー、っと、論文投稿ではなく、えー、数ヶ月か1年後開催の学会口頭発表に応募する際に送らラブストーンの場合、論文と違うポイントがあれば教えていただきたいですということなんですが、ちょっと学会の口頭発表っていった場合に、 えー、どういう形式になってるかっていろいろ違うので、なかなかわからないんですけど、あのーえー、いわゆる学会投稿発表のアブストラクトっていうときに、投稿後に、えー、なんかな内容を変えてもいいような割と緩い学会っていうんですかね、あの学会でアブストラクト、発表のときに、えー、アブストラクトではこう書きましたけど、その後、進展があってこうなりますみたいな。 ことが許される学会だったら、えー、アブストラクトっていうのは、えー、とその今現状を書きゃいいんですけど、えー、もうちょっとなんか経緯がある学会で、そのなんてうんですか、その競争がある、そのアブストラクトがあでスクリーニングされて、えー、落ちたり通ったりするという場合には、やっぱり論文のように書くと。しかも、なんかちょっとこんなこと言ったら怒られちゃうけど、あの中身は後で見せればいいわけですから。 ちょっとその強めに書いとくっていうんですかね、そうすると、あとで、えーまあ、そういうことを何度も繰り返して、こいつ、アブストレス動画と言って本番で全然あのダメなんじゃんっていう悪い噂がちゃ立っちゃって、えー、ダメになっちゃうかもしれないけど、その競争がある場合には、ちょっと強めのことを書いといて、通ったら頑張るぐらいの感じでやっとくとかですね、そういうことも可能なので、えー、要するにあの、学会口頭発表のときと論文のときって何が違うというと、学会口頭発表っていうの,の,の中身は、後で。 要すするるに見せるわけですよねだからその極端なことは時差があるわけだから完全に知らなくてもいい,いいわけですから、えー、だけど論文の場合はそのチョコに読まれちゃうわけだから中身に相があったらまずいわけですよねだから学会の投稿の場合にはまあすごい嫌な言い方したらあその論文、あのー、投稿時のアブストラクトと 実際の発表のときに、まあ、ずれててもある程度許されるわけですけど、論文投稿の場合はずれてることが、あの今日の講演でも言ったように往々にして非常に致命的でも、まあ、絶対ずれちゃいけないわけです。でそういう意味で、えー、口頭発表のアブストラクトと論文のアブストラクトは、その直後に中身が見られるか見られないかって大きな違いがあるので、えー、全くその、 でその学会もだから、その緩い学会で、あとで中へ変えてもいいような学会なのか、競争があって、えー、そこで、えー、馬鹿正直変えたらあ、落とされちゃう学会なのかっていうんで違ってしまうから、まあ、どういう学会かっていうことを、まず、えー、っと考えないとおなかなか難しいですよねその。コンピューター系のいわゆる NIPS とかだと、えー 論文投稿することそのものが学会あの投稿発表だったりするので、そうすると、これ、論文に近いようなブストを書かざるを得ないということになりますし、えー、あの学会口頭発表っていった場合、まあ、もうちょっと細かいことは分からないと、一概にアドバイスはできませんが、一般的には全然、えー、違うということになりますね、はいえー。質問ありがとうございました。えー、っとまだあ時間がありますので、他に何か質問があったら、知っていただければと思います。 えとあの特にあの私の方から時間になる前にもうなかったらやりましょうとかないんで、とりあえず、まあ、<laughs> 9時までは質問がなくてもつなげておきますけど、あえー、と質問が出ました。佐読から帰ってきて修正をして再提出、その後1名を置一1名はダメだと言われておした場合、再と同じ雑誌に修正したすことはいけないことですか、えー、というこれなんかアブストラクトと直接は関係ないと思うんですけど、 えとまず、普通の雑誌はあの再投稿してもいいかどうかっていうことをあの言ってくれます、あのーえーあ。必ずエディターっていうのは再投稿,再投稿しても OK ですとか、えー、必ず書いてあるので、えー、この作読から書いてきて修正されて、その後1名は OK、1名はダメだと言われて落ちた場合、再度同じ雑誌に修正して出すことはいけないことと書いてありますけど、ダメな場合は、ダメって書いてありますね。 大概あのあこの論文を修正して再投稿して受け付けませんとかあの、明示的に書いてあります、なので、言われないっていうことは、えー、投稿してもいいってことですね。で、その時、えー、雑誌によっては、過去にこれ1回投稿して落ちたんだったら、その時きのたの家とか、そういうこと言われる場合もありますけど、何も言われなかったら、もう1回出すのはいいはず あのダメだったらもう、BMC っていう、僕も BMC Medical Genomics っていう雑誌のエイターやってんですけど、BMC すごくって、BMC1 個したら、残りで BMC 全部ダメとか、ものすごい雑誌なんですけど、全然違う分野でも、BMC シリーズ1個したら、の他の BMC も全部投稿していけないっていうすごい雑誌なんですけど、そこまでの雑誌もあるので、ダメだったら、ダメって書いてあります。何も言われないってことはもう一回出していいってことですね。あの だから、あの、落ちたからって言って、もう一回出すたダメって、ちょっとアブストラクトは関係ないですけど、質問が出たので言ってみました。えっ、ー、と、アブスラアブ次の3番目の質問、アブストラクトのオブジェクティブにも、スタディレーショナルをああ一文入れることも良いのでしょうか、えー、そうですね。だから、えっ、ー、と、あの、さっきも言ったんですけど、あの、 実際に、えー、その論文を、えー、とどういう、えー、意義があるかということを書くということは大切なので、あのー、同じ、えー、論文であっても、あのー、なぜ要するに、まあ、最近僕も、あのー、ちょっとあったんですけど あの当初はあその解析した生物学的にいい結果が出るはずは出なかったっていう、まあ、共同研究なんですけど、実験の共同研究で、まあ、生物学的にはあんまりいい結果出なかったんだけど、これ、手法的には難しいことをやってることのそっちでフォーカス出しましょうっていうふうにして出した論文が最近あるんですね。だかからやっっったここことととががどういうふうういいいに価値があるかっててを書くっていうことは その同じえ本体でもトールがトンネ変わりますから、アブスラットになぜ自由を書くということは極めて重要だと思います。ハイインパクトジャーナルで、次の質問です。ハイインパクトジャーナルで、リターキックされないため、アブスラットラクトにコスナーがありますか、本文と内容のズレがないことは、大前として強気を読んでいたらよいんでしょうかあのですねえとハイインパクトジャーナルだと、あのまあ 中身がダメなのに、えー、エディターキックされるように書くのは難しいんですけど、もうなんとですね、非常にこうアウトスタンディングなあ結果が出た、例えば今まで10しかできなかった100できたとか、世界で初めて、えー、これをやりましたとか、今まで、えー、誰もやってない1000個のデータを解析しましたとか、もうそういう、あの誰が見てもものすごいインパクトがあるようなことをアボストロリーに書いてないと、絶対エディターキックされるので、あの、えー、 あそういう意味からすると、あのー、まあ、アブストラクトでエディターキックされないようにしたとしても、えー、多分、あの、中破れちゃったらダメだから、えー、アブストラクトでエディターキックされないようにするっていうことは、まず、その、ハインプクトジャンを出すときには、その、非常にアウトスタンディングな結果が出るような研究をしておいて、えー、それにフォーカスしたアブストラクトを通すっていう意味で、その、もちろん本文は十分、あの、価値があるんだけど、アブストラクトの、 えー、書き方を間違っちゃったら落ちるっていうのを防ぐっていう意味では、あのー、ともかく、えー、今日今言ったようなことで、一番その、えー、大切なこと、自由が100になったとか、初めてやったみたいなことをすごく前面に出すことが重要だと思いますけど、アブストうまく書いたら、ダメなまま通す、インパクトファクターのダメに通すってことはまあできないと思います、えー。できる原型あるような雰囲気を出すためテクニックはございますか、過コツがあればおお教えくださいっていうことなんですけど、まあ、あのー、 まあ要するに、さっき例えば、アブストラクトを書くときに、世の中にはこれこれこういう問題があるからこういうことをしましたっていうことを書いてるんですけど、そういうところでその着眼点が非常にはっきりしている、ね。まあ、例えば、コンピューターはあーなかなか時間が遅いので、早くするということは目標されますとか、そういうボケたことを書くと、これはもう全然ダメな感じなわけですね。そうじゃなくて あのなんとかモデルをするときにこういうコンピューターがあって、ここがダメだっていうことをよく知られている。で、そこの部分を直すとこんないいことがあるみたいなあことですねその着眼。研究というのは着眼点だっていうんですけど。 そ,のそういういしっっかかりフォーカスされたた何のためにやってるか、まあ、よくあるじゃないですかその学生でこれ何度もやってるんですかって言われたら先生に言われたからやってますみたいな人いるわけですけどそういうんじゃなくて何度その研究やったのかっていうことそれはあの研究始めるときにそうじゃなくてもいいんですけど終わったあとこの研究はあ何を目的にやったっていうふうに見えるかっていうそういうものすごくしっかりした目的に基づいて研究始めると分かるような こういう問題があるから、これにフォーカスしましたみたいなことはしっかり書いてあると、こいつはちゃんと分かって研究してんだなと、何でもいいから、新しいことが出れば論文登録るからやってみました、アブストラクトはダメなんですよね、だからやっぱり、嘘でも、なんかすごいちゃんとした目的地があって始めましたみたいなことをしっかり書くということが極めて大切だと思います。 えっと、キーワードが大切だと初めて知りました。今、論文投稿しようと思うので、文章タイプのキーワードを考えています。ありがとうございました。あ、これは質問じゃないですね。えっ、ー、と、アブストラクタスか同士の時践のルール。あ、それはさっき言ったんですけど、だからさっきも言いましたけど、日本の方がこれこれこういうことが知られているっていうのは現在形で、えー、その形こういう方法を使ってこういう結果が出ましたは過去ですね。だから、その、地球は、あ地球と月の重力が働いています。 その結果実験をしたらあリンゴは落ちることが分かりました。だから、えー、と一般論は現在形で結論は過去形っていうそういう形になりますね。えー、と目,的後目的の目的の姿にメインの結果をして印象づけることはできるってあるでしょうか、えー、とあのイントロダクションの最後によく結論を書いてる人がいてそれはあの必ずしも。えーっとあのえー 批判されんですアブストの場合はそういう意が良くないのでどうしてもやりたかったらその結論の部分をわざと先取りしてですねあの、この分野ではこういうことが問題でこれができないとしたがってもしこういうことができれば極めて有意義であるっていうふうに書くんですね。その で、実際にそれをやったんだけど、やったって書い,ちゃうんだ書いたんじゃないんだけどその、何をやったかっていうところをその、さっき言ったその分野で何が大事で何が抜けてるっていうところに書きたかったら、わざと、えー、こういうことができたら大変こういうで素晴らしいという思われるって書いちゃうんです。で、実際にやった結論は、やってみたらそういうこと出まして、時数的にちょっとあの300人とかに同じほどを書くことになるから、きっと損はすると思うんですけど、うまくやれば、そうすれば、 その結論を先に書いてないのに、えー、読んだ人は最初から何やったか分かるっていう風に書くことができますから、テクニック的にはそういうことは可能です。えー、アブストラクトは違いますが、カバーレーターについてどの程度アプリに気をつくか、コストなの教えてください。えー、カバーレターは、まあ、重要だって言われているんですけど、あのー、えー、まあ、で僕はこのこと言ったら <laughs>、あれかもしれませんが、え、カバーレーターが、確かに重要って重要かもしれませんけど、 あのー、カバーレターで本当になんかエディターキックが変わ,変わっちゃうとかそういうことが本当に起きるかっていうと、必ずしもそういう感じはあんまりしないですよね。そのカバーレター、まあ重要は重要なんですけど、そこでさっきのエディターキックがなくなるとか、そこまで、えー、力があるかっていうと、それはやっぱり、あのーえー、難しいとこなので、まあ、 えとカバーレターはその、まあ、この雑誌に投稿数に値するような分野であるっていうことが分かる程度に書いてあれば十分だと思います。だから、例えばなんか、あの医学の結果なのに、フィジカルレビューに投稿してるとか、そんなすごいことじゃない。ね、だからカバーレターは、あのー、投稿数に値する内容を、しかるべき雑誌にあ投稿してますよっていうことを言えればいいんで。 えとそこで何かアピールしたら、エディター機器がなくなるとか、そういうことはないです。だから、カバーレあくまで、えー、この内容はあなたの雑誌に出すに適当で、それだけの価値がありますってことが最低限書いてあればいいと思います。えっ、ー、と、バックグラウンドに今まで検討した方向がないとか、初の方向であるという文句を入れた方が、早速に通りやすいでしょうか。あ、それは、あの、えー、入れた方がいいです。 ただでも、今まで報告された、あ検査され報告がないって、抽象的な言い方ではなく、えー、と具体的に、えー、今回、初の報告であるとかね、今まで報告された、そんな文章はどうでもよくって、今回、初めてこれこれが分かったとか、えーと、今まで研究されていなかったこれこれが分かったみたいな。 な,な,かな,いなかったとかだけじゃなくて、えー、なかったものが何が分かったかっいうことをしっかり書くということですね。だから今まで検査報告がないとか、初の報告であるっていうのはいらない文章で、出た結果が今までなかったもんだとか、あこれは初めての報告だっていうことを、まあ、形容的に、ファーストリー・アイデンティファイドとかですね、いたはずネバー・ビン・レポーティドとかね、えー、そういう、だからなんとかんとか、ザッタ・はずネバー・ビン・レポーティドみたいなのをなんか関係たにつければ、えー、その、 えと発見されたことがあないよっていうのをアピールできるわけだからわざわざ文章で一個発見された方向がないとか言わなくっても見つかったことに何か形容詞とか関係だみつけばいいわけだからそれだけ独立の文章じゃないですよね、えー。カバーレター実際読まれてるんですか誰が読むんですかあ基本的にはエディターが読みます僕みたいな人が読むわけですけど、まあ、だけどカバーレターがトンチンカンだから落とすとかそういうことはあんまりないと思うのでさっきも言いましたけどカバーレターってあくまで、えー、その雑誌に 投稿するに、分野がずれてないとですね、まず。のコンピューター系の雑誌に生物の実験を投稿したりとか、えー、そういうことはしていないと。さっき割、最近、あれですね、あの割と僕、バイオメテ,テクスっていう分野やってるんですけど、あのバイオメテ,テクスって分野は割と低レベルな論文を書くことも可能なので、えー、とどっかであるデータを持ってきて、人の,あのアプリケーションを使って、 えー、あ初めての組み合わせだからって論文を書く人結構多くてですね、ピアージェっていう雑誌は、だから最近、バイオウに厳しくなって、そのえーあのー、新しい、あのー、生物学的発見がないバイオウフォンの論文は、もう査読に回しませんみたいなことを最近始めたんですよ。で、そういう時だからカバーレターを見て、僕は見るわけですね。 これは、uh, PRJ ではバイオフェティックスの、uh, 論文誌として生物学に新しいことが議論されていないものは査、えー、読に回さないと決めた、でカバレータ見るとあそういうことが議論されてないな、だったらこれは切ろう、そういう判断に使われるので、えー、だからあさっきも言いましたカバレータはあくまでその雑誌投稿数に分野的に当たっていて、かつ、えー、あのそこのところで十分 えー、価値がある結論ですってことのアピールですよね。だからハイインパクトジャーナルだったら、そういうインパクトがある内容だと変わらなきがいけないし。そういう意味でその、投稿にふさわしいものだっていうことをエディターに伝えるための道具なわけですね。そう思っていただければいいです。作、えー、読をされた際、アブストラクトとコンクルージョンはほぼ同じことでどこまで細かく指摘されますか。あのーえー、ほぼ同じことが書かれてる場合はいい。 ですよね、あのちょっと質問が分かってないかもしれないけどえ、アブストラクトと結論がずれてるとやばいんですけど、アブストラクトとの同じことを書かれていた場合、えー、どのように書くか指摘されますかっていう意味がちょっとよくわかるんですけど、アブストラクトっていうのは、えーと、コンクルージョンはもちろん書いてあっていいわけです。この論文ではこういう結論を、さっき言ったその、そだから、えー、この遺伝子を 次世、あのー、体 C 検査で解析したら、あ病気と,、えー、と健常性で差が出ました。したがって、この遺伝子は、えー、この病気の原因だと思われます。その下がって、この病気の原因だと思われますっていうところが結論、コンクルーン上なわけですから、それはアブストラクト書いてない,いけないわけで、アブストラクトコンクルーン上はかぶってていいんですけど、ちょっとアブストラクトコンクルーン上同じことを書かれていた場合、どこまで、どのように書くか指摘をされますか。 っていうのちょっとよくあるんですけど、かぶってていいんだと思うんです、むしろ。あのさっきも言いましたけど、アブストラックって、ね、コンクール上書いてなきゃダメです、その。ちょっと質問分かってないかもしれません。すみません、今回なんかすごくたくさん質問が出て、全然質問が出ないウェビナーもあるんで、今日はよかったんですけども、はい。まだ何か他に質問ございますでしょうか。ああすみません。えっ、ー、と、ちょっと、えっ、ー、と、上の方からちょっとコメントが入ってあって、 えー、あもうそろそろやめてくださいという、えー、コメントが入っていました。なので、もうそろそろやめたいと思います。えー、今日はいろいろたくさん、えー、質問してくださってありがとうございました。ちょっと時間が超過しましたので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい皆さん、今日は来てくださってありがとうございました。えー、と以上で、今日はは終まいにしたいと思います。